さて次はですね、ディーゼルエンジン、C220D のステーションワゴンを選んでみました。ちょっと1点ですね、先ほどのガソリンエンジンモデルのとね、内装も雰囲気が違って黒一色のかなり男っぽいチョイスをしてみたんですけれども、このディーゼルエンジンなんですが、直用の2リッターのディーゼルになっていて、なんと E クラスとかそれから CLS と同じエンジンをこの C クラスにも使っています。というわけで値段もですね、ちょっと先ほどのガソリンエンジン版とは値段がちょっと違って、これですね600万超えとかなりの高級品になっていますけれども、まあさすがね、2リッターディーゼルだけあって、かなり質感はずっしりと重厚ですよね。あのディーゼルはですね、もうメルセデスのものはかなり静かだし、それから振動も相当に抑えられていて、とても質感の高いものが搭載されているんですけれども、その中でもやっぱりね、 CLS とか E クラスに搭載されていて、上のクラスで揉まれているっていうこともあって、非常にC クラスに搭載された状況でも静かです。指導の音もですね、それからこのクルーズしている時の音も本当に静粛性高いですし、精神性にも優れていて、いいなんですかね、グレードの高いエンジン、動力ですね、内燃機関に乗ってるなっていう感触を得て答えを得ることができると思います。ちょっとね、どこのメーカーのものでもガソリンエンジンに比べてディーゼルエンジンってね、やはり振動も出ますし、それから音もちょっとザラザラしたようなね、ディーゼル音が出るっていうのはまあしょうがないかなと思われるかもしれないんですけれども、個人的にはこの C クラスに関しましては、私このディーゼルのね、 220D の方がガソリンモデルよりももしかしたらちょっと静かで静粛性と精神性ですよね、こちらの方が高いんじゃないかなって思っちゃいました。あとハンドリングも非常にの手応えがあって、で、まあ重量の方がちょっとだけ重いっていうのもあって、とっても質感が高いドライブが楽しめます。っていうのもですね、今回試乗しましたガソリンモデルのですね、方に比べてこの 220D なんですけれども、サスペンションが可変のダンパーが入った電子サスが入っていて、この違いも大きいんじゃないかなと思っています。いやー、大人っぽいですね。先代の、ね、C クラスのディーゼルエンジンも本当に大好きだったんですけれども、このメルセデスのディーゼルエンジン、 C クラスの、ね、搭載されているディーゼルエンジンに乗ると、ディーゼルっていう選択肢ってこんな大人っぽいんだなって毎回思うんですよね。欲しくなっちゃいます、本当に。これが A クラスに搭載されたらな。